国際サッカー連盟 FIFA は10月31日2034年のワールドカップ W 杯開催地にサウジアラビアが唯一立候補したと発表した。招致の意思表示期限だった同日にオーストラリアが断念を表明した形となったが中国メディアはサウジアラビアの立候補とともに日本の動向にも注目している。写真日本代表ゴールキーパー妻なでしこ田中陽子との 偽家族写真、嫁かと思ったわらわら、FIFA は10月4日の理事会で、34年 W 杯の開催地はアジアとオセアニアからの立候補を受け付けることを確認。サウジアラビアのサッカー協会がすぐさま名乗りを上げ、アジアサッカー連盟、AFC や日本サッカー協会、JAFA も支持する意向を表明していた。30年 W 杯開催地とともに、 来年の FIFA 総会でサウジアラビア開催が正式に決まる見通しだが、中国大手メディア、総風は残念。中国サッカー協会が AFC で誤った行動をとり、日本とサウジアラビアが最大の勝者に、と見出しを打って取り上げている。中国代表はいつ W 杯に再出場できるのか。アジアの8.5枠は保証されていない。 中国が W 杯招致に成功すれば出場枠は確実だが、日本が2050年に W 杯を開催すると、中国が W 杯開催国に立候補するには2062年まで待たないといけない。つまり39年後だ。過去40年間、中国代表が開催国として W 杯に出場する、近道に頼ることは不可能だった。そして、 8.5枠をアジア諸国と争わなければならない。中国代表は現在、アジアのトップ10県外にランキングされている、FIFA ランク79位、アジア11位。アジアの8.5枠を勝ち得ることができるかといえば非常に難しい。記事では、2050年までの W 俳優賞を目標に掲げる日本サッカー界についても言及している。近年、日本サッカーのレベルはますます上がり、 欧州五大リーグで主力として活躍する選手も多い。現在の日本代表は欧州組で2チームを組めるほどだ。もし日本サッカー協会が本当に2050年 W 杯の開催地に立候補することができれば、その時までに日本代表は本当に W 杯優勝を果たせるかもしれない。中国メディアはライバル国たちのサッカー事情に先望の眼差しを向けていた。